お茶、アンゴロです。今回は LINE と Yahoo の経営統合からわかるブロックチェーンの必要性について話します。11月17日にこのニュースが話題になりました。ドーン。Yahoo LINE 経営統合会見、世界リードする企業に。Yahoo も LINE もたくさんの日本人が利用しているので、これは大きい。経営統合とはですね、仲のいい会社が持ち株会社の子会社になって事業活動の統制を取ることを言います。合併とは違い、それぞれの会社は独自に事業を続けます。ずっとソフトバンクとネイバーで新しい会社を作って、その傘下に Z ホールディングスを置き、 Z ホールディングスがヤフーと LINE を 100% 子会社にして経営統合するということですね。ヤフーと LINE のアプリのサービスが連携されて、さらに使いやすくなりそうです。どんな連携が予想できるか。例えば、LINE のアプリの中でヤフーショッピングの買い物をできるとかかな。PayPay と LINEPay で QR コード決済のシェア率が過半数を超えそうです。経営統合の狙いについて、LINE の出澤 CEO はこう言っています。と。ネット業界は優秀な人材やデータなど全てが強いところに集約してしまう構造を持っていると述べ、アメリカなどの巨大 IT 企業に対抗することが統合の狙いだと明らかにしました。ヤフーはこう発表しています。どう。統合の結果、日本アジア最大のユーザー基盤を確保することになるだろう。つまり経営統合によって LINE と Yahoo が持っているビッグデータを合わせてよりビッグにして世界の IT 企業に対抗していこうということですね。世界の IT 企業といえば、アメリカは Google、Apple、Facebook、Amazon、略して GAFA。 中国は Baidu、Alibaba、Tencent、略して BET。 これらの企業は時価総額が数十兆円規模なので、ヤフーと LINE が経営統合しても及びませんが、アジア最大のユーザー数を生かして頑張ってほしい。ヤフーと LINE の経営統合の狙いからわかる時代の背景はこれです。と。個人情報の活用が重要。個人情報とはですね、特定の個人を識別できる情報のことで、名前や住所だけでなく、ネットの閲覧や購入履歴も個人情報です。インターネットの人口は現在は40億人いて、大量の個人情報が毎日飛び交ってます。そこで企業はユーザーの個人情報を蓄積し、ユーザーの行動を分析してマーケティングに役立てています。例えば、ブラウザの閲覧履歴をもとにユーザーが興味を持ちそうな商品の広告を表示したり、一緒に購入されやすい商品をおすすめに表示するなどです。このように、巨大 IT 企業はユーザーの個人情報をマーケティングに活用することで効率的に売上を伸ばし、どんどん大きくなっています。現在は分析に AI を使っているので、その勢いは止まらない。ちなみに、私は昔は本屋で本を買っていましたが、今は Amazon の Kindle 版のみ買うようになりました。おすすめから面白そうな本を探して、最初の数ページを立ち読みして、気に入ったらダウンロードしてすぐ読む。便利だ。早いの、うまいの、安いの。このように個人情報を活用して便利なサービスを提供できている一方で、企業がユーザーの個人情報を管理していることについて、いくつか問題が指摘されています。それは、ビッグデータを持たない企業が太刀打ちできなくなることや、個人情報が勝手に売買されたり、情報漏洩で外部に漏れてしまう可能性があることです。例えば企業が顧客情報を流出すると、信用を失うとともに漏洩した顧客情報を悪用される可能性があります。大企業が閲覧履歴を分析して他の企業に売っていた事件も起きています。この状況を改善するために世の中はこう変わります。と。ユーザーが自分で個人情報をコントロールする。現在はユーザーが会社に個人情報を預けてサービスを利用しています。自分で個人情報をコントロールするなら会社に個人情報を渡さなければいい話ですが、それだとその会社のサービスを受けることができません。そこでユーザーが自分で個人情報をコントロールしながら会社のサービスを受けられるようにするために利用するのがこれです。ドン。
ブロックチェーン。個人情報はブロックチェーンを利用したプラットフォームに暗号化して保存し、ユーザーが自分で個人情報をコントロールします。例えば設定画面で閲覧履歴を開示するサービスを選択するとか、そしてプラットフォームで動いている分散型アプリケーションがブロックチェーンに保存されている個人情報を利用してユーザーにサービスを提供します。この時代を Web3.0 と言います。これにより個人情報の漏洩リスクが下がり、ビッグデータを保有していない企業もチャンスが生まれます。以上、 LINE と Yahoo の経営統合から分かるブロックチェーンの必要性についてでした。タオタオとビットマックスはどうなるのかな。タオマックス、また次回お会いしましょう。